今ね、もうね、6時前、夕方6時前ですけど、でもまだ、まだなんかかろうじて沖縄とか言う、かろうじてまだ那覇空港にいます。沖縄とかいう、なんかようわかんとくるんですよ。なんで 俺たちは沖縄にいるのかいまいちよくわかんないですね。本当に何をしに来たんでしょう。観光です。でね、沖縄旅行2日間がね、終わって、そうですね、なんかあっという間に2泊3日ね。まあ、僕は今から、ね、名古屋旅行なんですけど、そうです、ね、とりあえず今から飛行機で名古屋に帰って、僕は名古屋旅行、僕はそれで終わりだけど、たまちゃんは明日朝からまた島根に帰ると、はい、なんで俺名古屋から乗ってるのか、今意味が分からない。なんだかんだなんだかんだなんか楽しんだんで、観光をあまりね、まあ、ほとんど来ることのない沖縄を。そうまた来年来るんですけど、分からない。来年またね、総選挙がもし沖縄とかであればね、来年のね、総選挙はちょっとね、リベンジしたいんですけど、そう、どこでやるかな。これで名古屋だったら伊勢くんなんか全然って感じ。最高なのね。もうすぐ搭乗が始まるんで、とりあえず名古屋に向かいます。バイバーイ。いよいよ登場やね。帰るか。帰るか。帰るべ。帰るべ。ありがとうございます。いらっしゃいませ。25だよ。涼しい。さすが。中部国際空港セントレア、飛行機の記憶が着陸したんですけどね。離陸前からもう半分寝とるんじゃない。タマちゃんが離陸、沖縄で離陸する前からもう寝て、さっき着陸するときに、着陸した後に起きたっていう。着いた。記憶が沖縄から一気に、沖縄が一気に名古屋になった。テレポーテーション。ということで、はい、3日間ね、3日間、楽しかったでございます。なんだかんだ中止でも観光が楽しかったんで、またね、機会があれば沖縄とかね。そうですね、今度北海道行くか。今度北海道かな。冬の北海道に行きましょう。頑張って北海道に。大学生冬休み短いんですけど、ね、そうそう、まあ、春休みが長いからね、まあ、春にどっか行ってもいいかな。まあ、夏でもいいんですけど、夏はまだちょっと期間がまだ短いから、ね、またどっかに、ね、行きたいと思います。そうですね、以上でございました。これで終了です。これにて終了です。さようなら。